1990インスサデルマールグランプリでポルシェ962のウィーバー・ジェームス・ウィーバーはイギリスのロンドン生まれの元レーシングドライバー。ヨーロッパ F3 選手権でキャリアをスタートさせ、1982年に彼はエディ・ジョーダンレーシングチームの主要ドライバーであったが、1983年にヨーロッパの F3 に戻る。 1983年には、マツダスピードからルマン24時間レースに参戦。ジェフ・アラム、スティーブ・ソッパーと共に、初出場ながら、クラス2位に入った。1987年、ウィーバーは、ダイソン・レーシングに入り、20年間所属した。1989年には、イギリスツーリングカー選手権にも参戦を開始し、 同年3月にオールトンパークサーキットで BMWM3 に乗りデビュー。その年の優勝者、ジョン・クレランドに続いて、総合2位に入賞。一方で、クラス B チャンピオンを獲得した。1992年には、アンディ・ミドルハーストに代わって、日産チームを運営する、ヤンスピードから参戦し、キース・オドール、ティフ・ニーデルと共に日産、プリメーラを運転した。 また、アメリカンルマンシリーズやデートな24時間レースなどでも活躍し、優勝経験もある。1995年にインスサ GT チャンピオンシップ準優勝、1998年の米国ロードレース選手権、2000年と2001年のロレックススポーツカーシリーズで優勝し、2004年と2006年のアメリカンルマンシリーズでシリーズ2位を獲得。 彼の勝利の中では1997年のデートナ24時間と1997年、2000年、2002年のワトキンスグレン6時間で優勝。1985年のルマン24時間と1999年のセブリング12時間レースでも2位に入賞。ウィーバーは2006年のアメリカンルマンシリーズの後に現役を引退した。 イギリスフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権アメリカンルマンシリーズルマン24時間レースデートな24時間レースセブリング12時間レースインディガーシリーズありがとうございます